マリアです。メイです。ウサです。セイラです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。ということで今回はビルを貸し切って鬼ごっこをしようです。イエーイ。今回はメンバー4人で鬼ごっこをしていくんですけれども、4人の中で1人だけ鬼、ハンターをじゃんけんで決めて、制限時間が30分なんですけど、その中で逃げる側の3人が全員捕まった場合は鬼側の勝利、3人捕まえられなかった場合は逃げる側の勝利という感じで対決していこうと思います。はい、では早速じゃんけんしますか。しますか。しますよ。最初はグーでじゃんけんぽい。あーいこうでしょ。ルイラ鬼だ。なんか早そう。ルイラはハンターでーす。頑張って収めたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。はい、せーの、どうぞ。ハンターになった。これで3人を30分以内に5分で全員捕まえて終わっちゃっても大丈夫だから。わかりました。余裕です。じゃあそろそろ3人を捕まえに行きます。はい。どうします。ちょっと一旦逃がしますか。あ、優しい。救われたね。ありがとうございます。救われたね。ちょっとやるよ。ちょっと早すぎる。レイラちゃん絶対早い。レイラちゃん行ってきます。こんな感じ。ダンスホールみたいな。めっちゃ声響くからちょっとでも喋ったらバレちゃうかもしれない。ん？エレベーター来た。逃げるのに今のうちだよね。もう次からはもう捕まえてないじゃん。優しさとか。捕まりました。今エレベーターの中でマリアちゃんいそうって言ってたんだよね。言ってた。そうだから逃げようと思ったのに。でも6階にゆずはちゃんがいて捕まえたんだけど、さすがに早すぎて。あれはじゃあマリアはこのままついてきてください。はい。何回に行きます？14で。違う、多分すっごい逃げたと思う、ゆずはちゃん。あれ、いなさそう。この階段の上って、あ、あっちなの。ダメなしです。うん。うそ、メイちゃん、どこ行ったの？え？ちゃんといない。メイがいない。え、どこ行ってない？え、6階でもちゃんと出てないかな。今すごい怖いと普通に走れないから走りたくないっていうのがある。え、階段使っていいかな。 1.5 階にいようかな。1階と2階の間。
た雰囲気出てきたらちょっと隠れ気味で動こうかな。もしかしたら二人とも二人とも、ね、まだ捕まってないね、さすがに。ハンターっぽい、ハンターっぽい。曲がるときはキョロキョロする。誰かいる。なんでタッチ難しいよこれ。逃げなさいよ。じゃあここ無理。ここ入ろうと思って音聞こえたら出ようかなと思ったな。残念な感じじゃなかった。残念です。あと一人、あと一人うろちょろしてるゆずさんがどこにあるんですか。結構動いてるもんね、ゆず。残り20分。20分で1人だった。結構いけそう。いないか。いないわ。あ、いない。え、ちょっと待って。え、待って、どういうこと。いない。捕まった2人。捕まった2人。あ、どこ行ってない。6階を行った。14階。めちゃくちゃ移動してて、私たちとタッチの差でどっか行ってるのか。だってここ何階でしたっけ。ここね、2階。やばい、これ捕まえないと負けちゃうから。あと15分。すごい。でも、うん。うわ、いないよ。いない。ちょっと待って、どうしよう。ハンターってこういう気持ちでやってるんですね。ハンターの気持ちわかった。ハンターの気持ちがわかった。どこに隠れてるの、あの子は。あの子は狭いところでもすぐ隠れるからな。すごい上手に逃げるの。お、残り12分で全員捕まりました。イエーイ。ハンターの勝ちですね、これは。ありがとうございます。サングラスの圧が強くて逃げるにもね。まあね、でもリザーちゃんはうまいよね。え、違う、一回見つかって気に入ったの。電話してくれた。優しい。なんかどこ行くにも誰もいなくて寂しくて捕まっちゃったみたいな。でドアの音がしてすごかった。で、ぶつけながら残り12分で終わったということで、はい、いい運動になった。はい、ということで運動を貸し切った運動ごっこ終了です。はい、はい、またやれたらいいなと思います。今度メンバーみんなで。そうですね。あ、ね、また次回に期待してくれるので、はい、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。